第三の段階は正銅器時代であります正銅器と言いますのは銅と鈴を混ぜ合わせて硬い合金を作るという技術でありまして、えー、技術的には夜金という技術が始まったことを示しておりますこの夜金を行うためには、えー、かなり高度な社会が、えー、ま 職人的な身分の人をこう編成して、えー、作業を行うというようなことが必要になってまいります社会経済史的には都市国家の出現ということになりますこれは国家の出現という人類史上の大きなイベントなのですがこの時代の都市国家は、えー、一つの大きな集落都市を中心として たくさんの国家が出来上がっていくということで今の広い領土を持つ国家とは違うものでありますがそういう国家へ向けて人類社会が進みだした大切な段階であります。